そうか、秋山が社長に会ったか。分かった。それじゃあ例の計画進めてくれ。桐生さん。どうした？ちょっとテレビつけさせてもらえませんか？こいつは？これがあの勝也ですよ。今回の T セットのメジャーデビューコンサートは急遽決定したものです。関西のテレビ局で放映されていたプリンセスリーグの決勝で活躍したダイナチェアさん所属の沢村遥さんが日本ドームでのメジャーデビューコンサートを予定していたのですが、その都合がつかなくなってしまったことから急遽決勝で対戦した T セットが代わりにコンサートをする運びとなりました。それでは本当に緊急なコンサート開催になると。ええ、そういうことになりますね。ですが T セットの2人はすでにとある著名の先生から楽曲提供を受け、メジャーデビューする予定になってましたから、コンサートの開催自体に問題はありません。私ども大阪芸能としては、まあ、これをラッキーなきっかけとして、沢村遥さんには申し訳ないんですが。というわけだ。今のやつが勝也か。あいつが森永の兄貴を殺した男ってわけっすね。まだ確証は持てない。だが垂れ込みによりゃ現在警察は勝也を森永殺しの重要参考人としてマークしているのは間違いないようだ。どこ行く気や？勝也のとこに決まってるじゃないですか。やつはこの上のホテルに泊まってるんすよね。だったら今すぐ殴りに行けば。その体でか。俺が行く。え、冴島さんが？お前は警察行って森永の亡骸に手合わせたってこい。それが今のお前ができることや。でもたった一人の兄弟やったんやろ。せやったら見送ってやってこい。はい。どうしますか桐生さん。行くしかないだろう。これはあの男のサインだ。サイン？登場会乗っ取り計画に合わせて自らメディアに登場して存在をアピールする。あの勝也って男は呼んでるんだよ。敵も味方も自分のところに集めるためにな。桐生さん、どちらへ？ババ、お前は残ってくれ。え、でも一つお前にやってほしいことがあるんだ。何ですか？あさって日本ドームでコンサートをやることになっていた沢村遥、あいつに会って伝えてほしいことがある。え、もしかして桐生さん、そのこと知り合いなんですか？ああ、話せば長くなる関係だ。それで伝えてほしいこととは？諦めるなとな。それだけですか？ああ、それだけだ。
このあんた。おい、今日はみんなのせいだ。いや、この前どう？うん、どうも。え？ん？え？助かった。ありがとう。ありがとう。いや、はい、
はい。Hmph!
お前が勝つよ。お待ちしていましたよ、桐生一馬さん。冴島、やはりお前も来たか。さあ勝也、いろいろ話を聞かせてもらおうか。東条会を乗っ取ろうとしていたお前がどうして俺たちをおびき出すようなことをしたのか。お話しするには役者がもう一人足りません。そろそろ来ると思いますが。こらどういうことなんや、勝つや、このボケが。キルラン、それにそっちは確か冴島。さあこれで役者が揃いました。ここでは少し手狭です。場所を移しませんか。
さあ、訳を聞かせてもらおうやないか、かっちゃん。福岡での騒動、それに札幌での真島殺し、全部かっちゃん、お前が登場会乗っ取るために書いた絵なんか。やはりそういうことになっているんですね。はっきり言いましょう。違います。それじゃあなぜわざわざ俺たちをおびき出すような真似をしたんだ。そうしないと黒幕の正体を知ることができないと思ったからです。黒幕やと？そうです、福岡での堂島会長、山笠組斑目組長の暗殺計画、それに札幌での真島五郎暗殺、そして名古屋での安住、高知、東条会、近江連合両幹部の事故死、すべては東条会と近江連合を潰すためにある男によって仕組まれた計画だったんですよ。どういうこっちゃ、分かるように説明せ。それが私にも分からないんです。どうしてあの人がこんなことまでして私たちを戦わせる必要があったのか、その謎を知るためにも私たちはここで殺し合わないとならない。殺し合うだと？ええ、おそらくこの事件の黒幕の本当の目的は私たち4人の死です。それもただの死じゃない、ここで直接殺させ合う必要があるんです。漁夫の利ちゅうやつか。平たく言えばそうでしょう。黒幕は近江連合の最大勢力である渡瀬組と大阪工業、それに東条会の象徴とも言うべき桐生さんと冴島さんを相打ちさせた後で、その全てを奪い取るつもりなんですよ、最小限の労力でね。そこまで分かっているならどうして敵の計画に乗るように動いたんだ？そうでもしなければ敵も正体を表してくれませんからね。私の推測が当たっていれば敵は猜疑心の塊のような人だ。おそらく私たちの戦いが終わった後姿を現すはずです。誰なんだ、お前の頭の中にある黒幕ってのは？それは言っても意味がないでしょう。今俺たちにできることは戦うことだけです。全ての答えを見ることができるのは戦い終わって生き残った人間だけ。なんやかっちゃん、喧嘩嫌いのお前にしては珍しいじゃないか。やる気なんか？せっかくこのメンツが揃ったんだ。理由はどうあれ血が騒ぐのが極道ってもんじゃないですか。渡瀬の兄貴。まあそれはそうやな。キルハもどうでっか。ここは一つ敵の手のひらで思いっきり踊るっちゅうのは。渡瀬、どっちにしろ遅かれ早かれあんたとは戦う必要があったんや。今ここでやり合うのも悪ない。この4人が本気で戦えば皆無傷ってわけにはいかないでしょう。最悪全員相打ち。黒幕の計画通り殺し合うことになってしまうかもしれない。でもこの中の誰か一人が生き残ればその男は黒幕の正体を知ることができる。どうでしょう、こうしませんか。もしも自分が生き残った場合は責任を持って今回の東条近江の揉めそのケツを拭くと。
それでいい。冴島、その代わり俺が生き残った時は東条会も近江連合も丸ごと一緒に潰してしまうかもしれん。俺は細かい計算はできへんからな。それでもええか。お好きに。勝ち残ったやつにはそのぐらいの権利はあるでしょう。上等や。つくづくバカな連中だな。要は喧嘩がしてだけなんじゃねえのかお前ら。一つ忘れてるぜ。俺はお前たちよりずっと喧嘩に飢えてきたってこと。キリュウハン。さあドイツからやるんだ。俺はいつ始めてもいい。誰からでも相手するぜ。ほな俺が相手してもらおっか。ええか勝也。どうぞ。俺は冴島さんとやらせてもらいます。いいですか冴島さん。好きにせえ。蹴りをつけましょう。はあ。誰が一番強いのか。それに誰がこの事件の幕を引く男なのか。手加減はなしだ。殺すつもりでかかってこい。行くで、キル。久々の喧嘩、手加減しませんよ。おい。残ったのは俺たちか。ああ、そうやな。
冴島、悪く思うな。お前とは本気でやりようてみたいと思うとった。行くで、キリュウ。する気流、そろそろどっちが倒れてもおかしないで。ああ、だがやるしかねえ。黒幕がやってくるまでまだ喧嘩をやめるわけにはいかない。そうやな。行くで。その必要はねえ。うわっ、やっぱり東京に来てくれたんだな、キリュウ。あいつ、なんでここに。お前は府警四課。違う、あいつはデカなんかやない。あれはうちの親父。親父？まさか。そう、彼がこの事件の黒幕。七代目近江連合会長、黒沢翼本人です。あいつが近江連合の会長。今度は足か。やっぱり距離があるとうまく当たんねえな。くそ。おっと、まだネタバラシが終わってねえ。しばらくじっとしといてくれよ。四代目、弾はあと二発入ってる。話を聞いた後、今度はちゃんと頭打ち抜いてやるからよ。どういうことや。これどういうことなんや、親父。お、その様子じゃ全く気づいてなかったようだな。お前を若頭にさせた甲斐があったってもんだぜ。組織のナンバー2がお前みたいなバカなら。
その下の連中を騙すのも簡単だからな。親父、まあそっちの色男は気づいていたようだがな、勝也。何なんだお前の目的は。俺ら東条海側の人間を殺す理由はわかる。だが渡瀬や加瀬はお前の子分だろ。なのになぜ子分こいつら。あいにく俺はもっとドライでね、俺が七代目になった時からずっとこいつらを子分だと思ったことなんてなかったよ。なんやと。それが親父分の言う言葉か。手駒さ、こいつらは花から手駒、今夜ここでお前らと一緒に死んでもらうために利用しただけだ。まあ捨て駒にしちゃよく働いてくれたがね。わし、教えてくれ。俺らんことけなすのはかまへん。せやけどあんた一体何がしたかったんや。渡瀬の兄貴、ほら今めっちゃ寂しいね。俺あんたの命令やったらどないなことでもやってきた。あんたを担いで日本一の子分になるんが俺の夢やったからや。せやのに、なんで何も相談してくれへんかったんや。親父。それだよ、お前の魅力が邪魔だったんだよ。何やと。媚びも売らなきゃ計算もしねえ。てめえの好きなように暴れて好きなように動くだけだ。だがそれでもお前の周りには人が集まっていく。お前の魅力に引きつけられてな。勝也にしてもそうだ。着飾って見てはいるものの、やり方は渡すと同じ。てめえのカリスマだけで組織が動くもんだと思ってやがる。俺はな、お前らみてえに泥も飲むことなく、てめえのカリスマだけで綺麗に極道やってるやつが大嫌いなんだよ。親父。いいか、ヤクザってのは所詮バカの集まりだ。だが組長ってのはそんなバカども操ってなんぼだ。いくらてめえにカリスマがあったところで、そのカリスマに群がったバカどもは組織にとってはクズにしか過ぎない。知恵のねえヤクザはただのゴミだ。お前らのやり方じゃこのまま極道社会がゴミだめになっちまうんだよ。強いやつと喧嘩したい、親友を守りたい、夢を託したい、命を張りたい。お前らが夢を語れば語るほどその夢にバカが群がっていく。だがそのバカは金も稼げない大バカ野郎たちだ。これ以上お前らがいるとな、目障りなんだよ。まずはお前からだ。死ね。よかった。かっちゃん、おい、かっちゃん、しっかりせよ。おい、ちなんでや、かっちゃん、なんで俺のこと守ったんや。おい、
ったって。兄貴がいなかったら近江が八代目ついてくる。今からそっち行って決着つけたるわい。決着か、バカらしい。そんなボロボロの体でよくそんなセリフが吐けたもんだな。まだ弾は一発残ってる。先に死にてえ方は手を挙げろ。なら俺が死のうか。1ヶ月ぶりですかね。黒沢会長。堂島大吾。大吾、お前どうしてここが。福岡で青山の裏切りに気づいた後、ずっとあなたのことを追いかけてたんでね。少し時間がかかってしまいましたが。追いかけるだと。ええ、名古屋でうちの安住と近江連合の高知が殺されたことで確信しました。今回の一連の騒動、東条会の地方組織との杯交渉、それを阻止しようとする近江連合という敵対構図があるのか。なぜか名古屋では東条会と近江連合の両幹部が殺されるという事態が起こった。これまで実態のなかった名古屋組が急に動き出したのには何か理由があるはず。それを探る必要がありました。じゃあ名古屋で品田っていう元野球選手使って名古屋組のことを調べてた男ってのは。俺です。名古屋組を背後で動かしている人間は誰か、それが分かれば今回の騒動をコントロールしようとしている人間も誰か分かる。そういうことです。おかげでこうしてあなたにたどり着くことができました。なるほどね。どこで俺が怪しいと感づいた。あなたに病気のことを聞かされた時です。なんだと。あの時確かにあなたは顔色も悪く体を壊しているように見えた。だが目だけは違った。あの目は何か大きな仕事をする前の男の目。余命いくばくもない人間のものじゃなかった。目は嘘をつけなかったってことか。じゃあなんでお前は俺が怪しいと踏みながら地方の組織と杯を交わすような行動に出たんだ。ろくな結果にならないことは分かっていたはずだ。こっちはこっちでいろいろあってね。組織は一度大きくなりすぎると海がたまる。その海を一掃するにはいい機会だと思いましてね。真島さんと相談し、あえてあなたの描いた絵に乗ることにしたんですよ。お前の目的は東条会に入り込んだ裏切り者の一掃ってわけか。俺はあんたと違って目先だけを見ているわけじゃない。もっと遠い未来の東条会のあり方を考えてるつもりなんで、ね、そのためには一度どこかで全国の極道組織の長と面を突き合わせなきゃならない。いい勉強させてもらいましたよ。さあ会長、難しい話はこれで終わりにしましょう。あんたと俺が殺し合えばそれで全ては終わる。
病気の話が本当なのかは分からないが、どちらにしろ行く先短い命なんでしょう。何のことだ。このビルにあんたが登っていくのを見たとき確信しましたよ。昔のあんたならこんなやり方はしなかったはずだ。堂々と向こう側のビルの屋上に姿を現し、彼らをその手で殺したはず。だがあんたはそうしなかった。桐生さんたちと直接戦うことを恐れたからだ。今の自分に彼らとやり合えるだけの力はない、そう思った。違いますか、黒沢会長。お互い3万人の組織の頂点に立つ人間としてふさわしい引き際にしましょう。サンズの川を渡るくらいまでは肩貸しますから。おい、何やってんだ大吾、やめろ。桐生さん、冴島さん、後のことは任せましたよ。大吾、お前、これでやっと俺も六代目って胸張って言えますかね、桐生さん。なぜ狙わないんだ。選んでください。せめて極道らしく自分自身でけじめをつけるのか、それともこういう形でしかけじめを取れないのか、選んでください。さあ。あいにくそのどちらも的外れな選択肢だ。そうか。どこまでも甘い男だ。情けなんぞかけたら命取りになるぞ。工業のなんでお前がそこにおるんじゃ、カナイ。お前、勝也を裏切ったのか。大吾、大吾。キユ、話してくれ。大吾が、大吾が。とまあこういうことだ。ふざけるなお前、どこ行く気だ。今からそっち行ってぶっ殺してやる。まあいくらお前が叫んだところでこいつは助からない。それより今後の心配をしたらどうだ。例の可愛いお嬢ちゃんのこととかな。はるかの、お前はるかに何しよってんだ。おい答えろ、答えろ黒沢、答えろ。おい黒沢、黒沢。答えてくれ。
キリュウ、どうしてなんだ。どうしてそれが来るとこうなるんだ。どうして誰かが犠牲にならなきゃならないんだ。なんでだ。なんでなんだ。はい、そう。そこで、はい。もっと腕を開いて。え？違約金？何ですかそれ。せやから、明日のコンサートはうちの都合でキャンセルになったわけやないって何度も言うてるやないですか。ふぅ。ええ、そうです。たとえ明日のコンサートがキャンセルになっても絶対近日中に東京で沢村遥のライブイベントやりますんで。ええ、はい。ほんなら。山浦さん。ああごめん、練習中に。また問題発生？うん、明日のイベントの衣装を頼んでた業者から、イベントキャンセルするんやったら衣装を提携してたブランドへ違約金払えて、まあ人の足元ばっかり見て、東京の業者はむちゃくちゃやわ。確かに厳しい状況ですね。明日のイベントの契約をまとめていたのはパク社長だったわけですからね。そのパク社長が亡くなったのをいいことにふっかけてくる業者もいるでしょう。ただでさえイベンターからの一方的なキャンセルで、こっちはあたふたしてるっちゅうのに。しかも理由が大阪芸能の方が条件がええからって、そんな理屈ありえへんやろ。でも山浦、このままでは遥もかわいそうです。近いうちに東京でイベントをするにしても、舞台の構成や場所が決まってないことには練習にも身が入らないでしょう。大丈夫です。私それより一つ気になってることが。何？社長が生前この手紙を？別れた旦那さんと明日のコンサート終了後に会う約束をしていたみたいなんです。20年ぶりの再会ですか。社長もロマンティックだったんですね。多分社長にとってドームでのコンサートは一つの区切りみたいなものだったんだと思うんです。私。区切り。はい。社長は20年前ドームの舞台にあと少しで立てるというところで、その夢を諦めなきゃならなかった。多分それからもずっとパクさんは社長になってからもその夢を見続けたんだと思います。私のドームでのイベントはその夢に区切りをつけるためにやろうとしてたんじゃないかって思うんです。つまり社長は心の中ではまだアイドルを引退できてへんかったっていうことか。芸能の世界に生きる人間は皆そういうものなのよ。それまで人から注目されていた自分がある日突然見向きもされなくなっていく。そして次第に仕事は減り、誰知ることなく孤独の中業界から去っていく。自分の夢にピリオドを打てるのは自分だけ。それがこの世界の残酷なところなのよ。だから私、どこまでできるかわかんないですけど、社長が天国で後悔することがないようにしっかり歌って社長に引退させてあげたいんです。はるか。だから山浦さん、明日じゃなくても明後日でも1年後でもいいから、日本ドームでコンサートできるまで一緒に頑張ってもらえませんか。私もっともっと練習して、その時まで舞台に立っていられるよう頑張りますから。
そんなことあんたに言われんでも分かってるわ。山浦、私かて社長の夢ちゃんと引き継いでるんやからね。あんたが引退しよう思ても絶対にドームコンサートやるまでは引退させへんねやから。はい、よし、ほんなら練習戻って。私は今からイベント関連の業者のとこ回ってなんとか次のイベントできるように交渉してくるから。うわー、何このスタジオ、ちっさー。ちょっと舞、やめなよそういうこと言うの。よー、お邪魔します。中井さん、ちょっとあんたらこの後に及んで何の用や。ええ加減にしや。あんたらのせいで私らどんな思いしたか分かってんの。嫌がらせしに来るんやったら今すぐ帰って。怖いわ。そんな横なんでもええやんか。今日はせっかくええ話持ってきたっちゅうのに。なんや今さら適当なこと言わんといて。適当なんかちゃう。こっちは社長が命がけで仕掛けたプランを伝えに来たんや。ちゃんと話くらい聞いてくれや山浦。なんはよいいや。明日予定しとった T セットの日本ドームでのメジャーデビューイベントは中止する。え、なんで。そん代わり明後日1日延期して別のイベントをドームで開催する。別のイベント。せや、プリンセスリーグ2012で準優勝した T セット、それに優勝した沢村遥による特別ユニットドリームラインのデビューイベントや。特別ユニット？ドリームラインって何それ。要はうちの勝也社長がパク社長もいなくなってかわいそうなダイナチアさんと組んであげて、遥と私たち T セットを一緒にまとめて売り出してあげようって話。それって本当ですか？本当よ。まあ私たちは明日 T セット単独でイベント開催しても何にも問題なかったんだけどね。社長も永井さんも遥とユニット組んだ方が話題になるって言うからさ。すごい。うん、実現できたらすごいと思うね、マイ。うん、まあすごいんじゃん。ちょっと、どういうことな。この話はプリンセスリーグの開幕前からオタクのパク社長とうちの社長の間で決まっとったことらしい。でまあ俺もおとついの夜社長から聞かされたばっかりなんやけどな。プリンセスリーグの前から。俺も最初は勝也班が思いつきで言うとるんやとばっかり思っとったけど、どうもほんまらしいわ。現年大手レコード会社ともパク・カツヤの両名で契約済み、デビュー曲もきっちり出来上がっとる。どないなってんのよ。この子らの管理してる私やあんたがコンサート直前まで何も聞かされてへんなんてことある。まあな。せやけどもう今となっては確かめようがない。お宅のパクさんは亡くなってしもた。それにうちの社長も。どなした、なんかあったん。ちょっとした事故に巻き込まれてな。今東都大医学部で緊急の手術を受けてるとこや。勝也さんが。ただ一つ言えるんはパクさんも勝也社長も本気やったってことや。こうなったらうちらに今できることは二人を信じてこのイベントを成功させることだけ。そうは思わんか。山浦、一つだけ条件がある。なや。イベントの仕切りはそっちに任せる。そやけどその新曲の振り、そしてコーラスは私とクリスティーナに担当させてほしい。でや、それでええんやったらこの話乗るけど。大阪でナンバーワンの腕持ったあんたら二人以外
一日でこの曲を形にさせられる人間はおらんやろしな。逆にこっちからお願いしたいくらいやわ。それじゃあ中井さん。ああ、交渉成立や。プリンセスリーグナンバーワンとツーの実力、東京のお客さんに見せつけよう、ね。あ、はい。はい、今度はどちらさん。あの、すいません、こちらに沢村遥さんって方、いらっしゃいますか。あ、うん、いますけど、ご用件は。実は私、桐生一馬さんから伝言をことづかってきたんですが。え、今から少しお時間いただけますか。ここではちょっと話しにくいな。沢村さん、できれば少し静かな場所で話がしたいんだ。天下一通りの近くの第三公園、わかるかい。はい、俺そこで待ってるから、後で来てもらえないかな。わかりました。よかった、じゃあまた後で。じゃあはるか、あんた行くつもりなん。はい。はいって、あいつ知ってる人な。伝言がどうの言うてたけど。いえ、知らない人です。ほならなんで、どう考えても怪しいやろ。しかもこれから忙しなるっちゅう時に。でもおじさんの、いや大切な人からの伝言だって。な、え、なになに、伝言って彼氏からなの。そんなんじゃ。うっそ、じゃあどういう人なのよ。それはちょっとあんまり詳しくは。怪しい。ちょっとあんたら。皆さん、お願いです。私に少しだけ時間をくれませんか。山浦さんの心配もわかりますし、本番まで時間がないこともわかっています。でも、はるか、私はいいよね、まあいい。私も賛成。どうせこれから本番まで寝る暇もないぐらいレッスン漬けになるんだし、今のうちにやりたいことやっとけば。でももちろん自分はアイドルだってこと忘れないでよ。あずささん、まいさん、ほんまにもう気ぃつけるんやで、はるか。夢はもうすぐそこにあるんやから。はい、ありがとうございます皆さん。
願いします。マイルズ、
Yeah!